リチャード・キャズウェルはアメリカ合衆国ノースカロライナ州の初代知事であり、1776年から1780年と1784年から1787年の2と、務めた。キャズウェルは訓練によって弁護士と測量士となり、1774年と1775年の大陸会議にはノースカロライナの代表となった。この時、 同盟規約に署名した。アメリカ独立戦争の間は愛国者の士官としてムーアズクリーク橋の戦いでノースカロライナの民兵隊を指揮した。1780年にはノースカロライナ国軍の少将に任官された。キャムデンの戦いではその部隊が強行に陥って戦場から逃げ出し大陸軍が敗北を起死するままにしてしまった。キャズウェルは1776年に ノースカロライナの最初の憲法を起草した植民地会議の議長を務めた。この会議が閉会になる時に議会はキャズウェルを知事代行に選出した。キャズウェルは1777年1月16日に就任宣誓を行った。新しい憲法の下国議会は1777年4月にキャズウェルを初代知事に選出した。この憲法では 知事の任期を1年間とし、3期までしか連続して就任することを認めていなかったので、1780年には知事職から降りた。その後に、ノースカロライナの民兵隊を指揮を取り、それが1780年8月16日のキャムデンにおける敗北につながった。次に知事に就くまでの間、会計監査官と、ノースカロライナ国上院議員を務めた。 フィラデルフィアで開催された憲法制定会議にもノースカロライナ国の代表に選ばれたが出席はしなかった。1789年に死んだ時は再度ノースカロライナ州議会議員となっており上院の議長を務めていた。ノースカロライナ州キャズウェル軍とキャズウェルトリはキャズウェルにちなんで名付けられた。ありがとうございます。